ちょっとね、売れる動画の作り方っていうところで、まあ、主にですね、前段は動画マーケティングの威力可能性っていうお話をさせていただきたいなというふうに思うんですけども、今回はですね、少ないチャンネル登録者数でも売れる秘訣っていうところにね、迫っていきたいなと思います。で、まあ今日ね、まあ皆さんもそうですけども、まあ YouTube ですね、まあ基本的に YouTube のチャンネル登録者数っていうのが、まあそこまで多くないよっていう人の方が、まあむしろ多いと思うんですね。むしろこれが YouTube 始めるって方もすごい多いと思います。で、弊社もですね、チャンネル登録者数って別にそんなに多くないんですよね。で、そんなに多くないし、むしろ少ない方なのになんで多く売れるのかっていう秘訣っていうのがね、今日の話を聞いていただくことですごいわかると思います。で、この事実をね、先に皆さんちょっと知っておいてほしいなっていうのがあって、まあ、YouTube でもちろんね、まあ、最近だったらマコナリ社長さんとかですね、まあ竹花さんとかいろんなね、ビジネス系 YouTuber の方もいますけども、まあもちろんね、ビジネス系 YouTuber でチャンネル登録者数が10万人とかいったら、まあそれはもう本当にどれぐらいすごいかっていうと、年商で本当に2、30億ぐらい売れるぐらいのレベルなわけですよ。もう本当に広告費一切かけず、YouTube からの問い合わせだけでも年商30億ぐらい全然狙えるぐらいの、レベル感なんですね。だから実際多分、まこない社長さんとか僕売り上げ全然わからないですけど、多分4、50億ぐらいいってるんじゃないか。それがプログラミングするから YouTube 系で売れてると思うんですよね。とか、まあそれが可能性があるもんです。ただ、そこまでとはいかないまでもですよ。チャンネル登録者数、実際私のね、知り合いの経営者とか、いつもお世話になってる経営者さんとかで、これ実際ちょっと名前に伏せさせていただきますけども、まあ、僕らと同じような、実際に講座型のビジネスとかね、オンラインのビジネスをされてる方とかだと、まあ、ある方はですね、チャンネル登録者数大体約5900人。まあ、これ僕確認したの数ヶ月前なんで、今もうちょっと増えてるかもですけど、まあ、約5900人ぐらいなんですね。YouTube チャンネル登録者数。別に YouTuber としてはそこまで多いわけじゃない。でも、年商で今 8.7 億とか言ってるわけですよね。であったりとか、あとある方はですね、チャンネル登録者数約6300人かな。今だいたい6400人ぐらいかな、最近。で、年商6億ぐらい。で、うちの場合どうなのかっていうと、まあ、うち YouTube アカウント4つ運営してるんですよ。で、合計すると、だいたい、チャンネル登録者数1万4000人ぐらいで、まあ、年商今期 4、5億規模。見込みって一応書いておりますよ。書いております。もし5億いかなかったらなんか嘘じゃないかって言われると困るんで、ね、一応見込みですと言っておきますけども、まあ、4億は普通に超えるかなと、超えてると思うんですけども、っていう感じになってるわけですよ。で、実際うちのね、卒業生の方のちょっとね、チャンネル登録者数見てほしいのが、まあ、愛さんっていうね方、まあ、これちょっと名前伏せさせていただきますけど、まあ、僕の過去の YouTube のですね、実績の声で何回も出ていただいている方なんですね。で、この方はですね、まあ、多分ほぼ分かっちゃうと思いますけども、まあ、女性起業家支援をされている方なんですね。で、チャンネル登録者数が大体ね、前僕確認した時3ヶ月前に、ね、360人ぐらい。で、年商で今、今期3500万ぐらい売れてるみたいなね。おっしゃってました。まあ、あとは M さんっていう方。で、彼女もですね、チャンネル登録者、まあ、女性の方なんですけども、副業支援されている方、チャンネル登録者数で言うと、まあ、200人前後ぐらい。で、年商で3000万規模なわけですよ。で、当時僕自身フリーランスとして心理コーチやってた時どうかっていうと、もちろん僕ね、YouTube やってました、その時から。で、その時は一応心理学チャンネルっていう形でやってたんですね。で、登録者数300人しかいなかったわけですよ。たったのね。で、年商で2000万ぐらい売れてたわけですよ。で、これなんでこれだけ売れるのかっていうと、基本的に動画の可能性ってことで、皆さんですね、YouTube は基本的に動画、YouTube っていうのはですね、集客媒体としてもちろん使えたらいいんですけど、集客媒体よりも教育媒体ですよって話なんですね。集客よりも教育ですと。やっぱね、YouTube を今からやっぱ10万人とか30万人伸ばすって、まあ、めちゃめちゃ結構根性いるわけですよね。で、やっぱ再現性っていう意味でもちょっとやっぱ難しいし、ハードルが高いところがあるから、YouTube でバンバンリスト取れるとか、集客するっていうよりは、あくまで YouTube は教育ですと。で、集客は基本的にインスタを使います。インスタをメインとして、リストを取りやすい SNS でリストを集めて、LINE に集めてきます。で、その LINE アットのリストの読者さんに対して YouTube を見せることによって、より自分自身の商品だったりとか、自分の価値っていうのを伝えていくことで、より商品が売れていくと。だからやっぱりね、動画っていうのはすごい売れますね。動画ほんとマジで売れますと。皆さん動画めちゃめちゃ重要ですよ。ブログとか文章。よくね、ブログマーケティングとか文章とか LINE の配信とかって、これは基本的に文字情報なんですよ。で、動画っていうのは YouTube ですよね。で、これ本当にですね、少ない本数でも、質の高いですね、プロモーション用の動画とか、別にそんな凝った編集しなくても、パワポとかでね、スライドとかで撮った、まあ僕のね、大人企業専門学校のチャンネルで今一番視聴回数が高い第1話の動画とかね、あれ参考にしてほしいんですけど、あれね。ああいうのとかでもいいんですけども、基本的に動画って、視覚情報と、この音声情報であったりとか、トナリティですよね。声の抑揚であったりとかもそうだし、ボディーランゲージであったりとか、そういった様々な情報ってのを、短い時間で、大量にお客さんに提供することができるわけですよ。で、実際ね、これデータ出るんですけども、1分間の映像、例えば僕が1分間の YouTube ボーンって撮りました。まあ、今日も僕アップしましたけども、その1分間の映像でですね、僕が早口で喋った情報ってどれぐらいの価値があるのかっていうと、普通のブログとかの文字情報に換算するとですね、約180万文字ぐらい分に相当するぐらいの情報量があると言われてですね、たった1分間の映像には。ってことはですよ、180万文字ってウェブサイトとかで見ようと思ったら3600ページ分必要なわけですよ。
だからブログとかで教育しようと思ったら、もうお客さんに伝えられる情報ってこれぐらいしかないわけですよ。でもそれが動画でたった1分の動画をお客さんに見せることができたら、 LINE の読者に見せることができたら、ウェブサイト3600枚分のページ分の情報をバッと伝えることができるわけですね。いわゆる動画を使った方が情報量が文字情報よりも圧倒的に多いわけですよ。はい、これね、メラビアンの法則っていうのがですね、で、これ何かっていうと、人間っていうのは物事判断するときに 55% はまあ視覚情報で判断してますと。で、残りのですね、約 38% は聴覚情報ですね。あ、なんかこの人声いいなとかね、いい声してるなとかね、あの声の抑揚いいな、話し方聞き心地いいな、38%。残りの 7% は文字情報なんですよ。だから文字情報って、まあ大事なんだけど、でもたった 7% なんですよ。で、人ってね、基本的に、話聞いてるようで聞いてなくても、その人の雰囲気とかで結構判断してたりするわけですよ。あ、この人の動画ちょっとチャンネル登録しようかなって言った時に、なんかね、すごいボディーランゲージがすごい大きくて、すごい引き込まれたからチャンネル登録しようみたいな。で、基本的に人ってもう 60% ぐらいはもう、その人身振り手振りであったりとか、表情であったりとか、そういった、視覚情報に引っ張られるんですよ。で、次に音声情報。ってことはどう考えても動画で教育していった方がいいよねという話になるわけですよ。自分の商品の話するんだったらブログで書くよりも動画で見せた方がやっぱいいよねという話になります。ただもちろん世の中にはですね、動画は見るけどブログは見ないって人もいるんですよ。若い世代だとやっぱブログとか見るの読むのめんどくせえと。でも動画を見るって人もいれば、逆に、新聞世代の人とかだったら動画はちょっと見るのだるいけど新聞は読むんだよね、文字だったら読めるよっていう人もいるから、ブログと動画、あ、まあ文字と動画かな、LINE のフォーム投稿とか文字と動画両方あった方がもちろんいいんで、バランスよくやっていく必要があるんだけど、やっぱその動画ってすごい重要ですよ。じゃあ動画っていうのは、まあ僕らみたいに毎日アップするのがベストではあるんだけど、そこまでいかなくても本当に最初の1本2本3本ですよ。重要なのは最初の1本から3本ぐらいの少ない質の高い本数の動画で、僕らだったら LINE 登録した後に届く第1話第2話の動画っていうのがあるんですよ。まあ僕もね、 YouTube で大人企業専門学校第1話って調べて多分出てくると思うんですけど、その1話2話の動画をね、ぜひちょっと参考にしてほしいんですけども、そういう動画、それは絶対に第1文目の挨拶文でステップで届くようになってるんですね。で、それを見てもらうことによって、もう早い人だともうその動画見てからすぐ問い合わせきます。で、個別相談きますというふうになるわけですよ。だからそれぐらいこの少ない登録者数であったりとか少ない本数であったとしても、質の高い動画を撮ることができれば、その動画がきっかけとなってより商品が売れやすくなるよっていうことなんですね。そう、だから別に今回の話っていうのは、よし YouTuber になろうぜとかね、よし100万登録目指そうっていうふうなですね、現実味のない話をするわけではなくて、少ない本数でもいいから、とにかくお客様の制約率を上げる、そういった動画の作り方っていうテーマについてね、今日は本編で話していきたいと思いますので、ぜひね、今日楽しみにしていただければな。